あなたは雪が積もった住宅街を走っています。道路の左右には雪かきをしている人がいて、前方からは対向車が来ています。この時あなたは何に注意しますか？雪かきをしている女性が突然車の前に出てきたため、ぶつかりそうになりました。もう一度見てみましょう。雪かきに意識が集中してしまい、後ろから近づく車の存在に気づいていませんでした。住宅街では人の不用意な飛び出しや転倒を予測して、速度を十分落とし、できるだけ間隔を空けて通過しましょう。また対向車が来ている場合には、無理にすれ違おうとせず、手前で停止して通過するのを待つことが大切です。